越前の豆知識。はい、どうも、料理研究系 YouTuber のクッキング越前です。今回はですね、この凍った人参、人参じゃねえな、アイスクリーム食べると頭痛くなる現象あるじゃないですか。あれ、アイスクリーム頭痛って言うんですけど、なぜ痛くなるかっていうと、一気に、冷たいものをですね、一気に食べると、脳がですね、異物だと思って、頭痛を起こす、ような、感じですね。なので、一気に食べると、頭が痛くなってしまいます。ですので、ゆっくり食べた方が、ゆっくり食べると、痛くならないのですね、ぜひ、アイスクリーム食べるときとか、かき氷とかですね、食べるときとかは、ぜひね、ゆっくり食べてください。急いで食べると、頭痛くなっちゃいます。ですので、ゆっくり食べましょう。そうすると、アイスクリーム頭痛は起こりませんよね。クッキング越前。はい、どうも。料理研究系 YouTuber の、クッキング越前です。どうも、こんにちは。今回はですね、こちら。中華麺。それから、卵、きゅうり、これ凍ったきゅうりですと、あとは冷蔵庫にハムがあったので、ハム、これらを使ってですね、何を作るかっていうと、冷やし中華ね、冷やし中華を作ろうと思います。ただ、冷やし中華って言っても、普通の冷やし中華ではなくてですね、もっと冷たくて美味しい、冷たくて美味しい冷やし中華を作ろうと思います。で、冷たくて美味しい冷やし中華、どうやって作るかっていうと、この凍ったきゅうりっていうのがポイントです。で、今回の、料理の、一手間ですか、一手間というと、このきゅうりを凍らせるっていうことですね。で、このきゅうりを凍らせて、で、それをですね、冷やし中華の上に乗ってると、すごいね、冷えて美味しいです。きゅうりもね、凍ってますので、シャキシャキしてですね、食感も良くて、しかも冷たくて美味しいといったものになります。では早速、作っていきましょう。クッキング越前。はい、では早速ですね、まず冷やし中華のタレを作っていきましょう。冷やし中華のタレはですね、まず、だいたい、水、まず水 60mg ですかね、を、入れましょう。水、こちらね、普通の水です。水、ちょっと水道水じゃなくてね、今回はちょっとクリスタルカイザーね、ちょっと使おうかなと思います。クリスタルカイザーね、だいたい60、いないですかね、だいたい60水入れてください。で、クリスタルカイザーがね、もうこれでね。それからですね、次に、砂糖、ね、砂糖は、大さじ2かな、砂糖大さじ2入れます。さで、次に、塩、今度は白すりごまですね、白すりごまは、大体大さじ2分の1ぐらいですかね、この辺はお好みでいいと思います。大さじ2分の1ぐらいを入れてください。はい、それではですね、次は、醤油は大さじ1入れます。大さじ1。お酢を、大さじ3入れます。こんな感じで。はい、続いてはですね、ごま油、小さじ2分の1入れていきます。はい、はい、これでですね、一応、タレが、完成します。あとはね、混ぜれば完成です。でですね、あと麺がですね、これ麺買ってきたんですけども、3人前。私ね、一人暮らしなんで、一つでよかったんですけども、一人前のね、この中華麺が売ってなかったので、しょうがなくね、3人前を買ってきました。ですのでね、3日間ぐらい冷やし中華が続くのかなと思います。クリスタルカイザー。はい、ということでですね、タレを作ることができました。ですので、あとはこれからですね、麺を、
茹でて、あとはですね、この凍ったきゅうりを切って上に乗せて、あとハムもですね、切って上に乗せると。であと、卵も ゆで卵にして上に乗っけると。それで、完成ですので、じゃあ早速作っていきましょう。麺を茹でます。はい、じゃあじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、皮が剥けたら、じゃがいもは4等分していきます。はい、4等分しました。でここでですね、一手間加えていきます。で、じゃがいもはですね、煮るときに、まあ、そのまま煮るとですね、煮崩れしちゃいます。煮崩れしちゃいますので、その煮崩れをですね、防ぐためにじゃがいもの面取りをしていきます。続いて人参の皮を剥いていきます。人参は乱切りにしていきます。1分間下茹でします。で下茹でします。はい、続いて絹さや。絹さやはですね、まあ、ヘタを取ります。半分にね、切っていきましょう。さっと茹でます。玉ねぎはね、まあ、串型に切って。はい、続いて、煮汁を作っていきます。まず出汁、はい、それから砂糖、はい、それから醤油、牛肉、はい、牛肉に色がついたら野菜を入れていきます。野菜で、大体2分間ぐらいですね、炒めます。だし汁を入れます。はい、10分経ったので、下茹でした白滝を、入れていきます。さらに、白滝を入れてさらに10分経ちましたので、ここにですね、絹さやを入れます。で、絹さやを入れたらですね、まだでは、まだですね、汁気がありますので、強火にしてですね、この汁気を飛ばしていきます。クッキング越前。はい、一手間加えてですね、こんな感じにすることができました。じゃあですね、タレを、混ぜて、かけてみましょう。これ混ぜてですね、冷やし中華にかけます。これ、ね、冷やし中華タレをかけて、こんな感じですね。はい、ということで、完成いたしました。クッキーン越前。はい、それではいただき、マンモスは紀元前1650年頃、ウランゲリ島で絶滅されたと言われております。マンモスは長い歴史の。クッキング越前。はい、それではいただきます。あっ、熱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 っ。あ、がぶい。あれ、冷た、冷た、あー、いた。アイスクリーム筒。